はい、じゃあ次行ってみましょうか。次行きたいと思います。はい、じゃあ次はどこかなはいはーい、続いてはこちら、はい、どどどーん。おいしそう。 シェフが一から開発した特製のお豆腐ハンバーグの登場です。いいね。ひじきを混ぜ、ふんわりとした食感に仕上げつつも、うま、ん、みのあるハンバーグに仕上げました。うんうん、信号機の部分は、はい、ナスのみぞれあん、大根の高菜あえ、かぼちゃの白あえでございます。はい。美味しそう。うん。いい匂いする。ほんとじゃあ、いただきます。どれを食べるか言え。かぼた。 かぼちゃかぼちゃうまいよな。ま、かぼちゃはまあうまいよね。うまい。かぼちゃ大好きだからね。あ、そうなんだ。かぼちゃは裏切らないよ。うん。えメインはどうかぼちゃ嫌いな人いるのいると思う。いるからいるけど。うん。人それぞれだからね。全然大丈夫だよ。うん。メインはハンバーグハンバーグいきましょうか。 メインのハンバーグいってみましょう。お願いします。う <laughs> ん？どうした？なんだろう。どうしようこれ。<laughs> どうしようこれ <laughs>。なんて言おうかな。なんだろうこれ。 どうした言うてみ。なんかね。うん。なんだろ、うこれ。なんかね。うん。シェフの人、シェフの人手間が、を感じるうん。か、感じる感じる。なんか、なんだろう。やばい、やばいやばいよどうした うん、えっとね、コーネは、あんまり、うん 好きじゃん、好きな方ではないけど、好きじゃないというか、すごくハンバーグが柔らかくてふわふわなのに、めちゃめちゃふわふわなの、すっごいふわふわなのに、これすごいシェフの答えで感じるここがね、ここがポイントなんだけど、コーネは、ちょっとあの、硬い方が好きだったから、あ、あそうなんだ。あんまりね、あの、そこが好みじゃなかったんだけど、ハンバーグが柔らかいから、上の人参、これ、上の人参とかあるでしょ <うん S 1> この人参とかがすごいシャキシャキしてて、その食感がプラスされてることによって、ちょうど良くなってるのかもしれない。<うん S 1> あー、なるほどね。うん なんかハンバーグがめちゃめちゃ柔らかいんだけど、うんね、なんかね、なんて言うんだろう、顎が弱い人とか、すごいいいと思う。しかもなんか優しいから、味とかもね。で、ひじきも入ってるし、もう見た目からヘルシー、うん、ヘルシーでしょうん。うん、だからヤばいの好きな人はね、好きだと思う。コーネは硬い方の派閥だったから、うんうん、今回はちょっと、あれだったけど、もう全然、味はね、美味しいよ、すごい。か食感がね、やっぱあの、好き嫌いは分かれるとは思う。うん。 ここで硬いほど派閥だったかねあの、やばい派閥だったら、すごいあの、マジで掲げると思う。お返ししまーす。<laughs> いや、美味しかったよ、本当に美味しかった。お返ししまーす。美味しかったんだよ、すごい。味はね、すごい美味しいの。しかもこのさ、上のパ大根もシャキシャキじゃん。で、茄子もゴロゴロしてるでしょ。で、かぼちゃも入ってるじゃん。ちょうどいいんだよね。だからなんだろう。あ、ご飯があったらあれだったかもしれないね。 ご飯も、あれか、ナッシュ、いいな。なんかさ、い、あのさ、今、1、2、3、4つ食べた ?4 つ食べたけどさ、うん、なんか全部こうにさ、あの、白飯結構食べなきゃ、おかずが、おかずだけで食べれない人で、うん、白飯欲しくなっちゃうんだけど、うん、なんか、ご飯なくてもなんだろう。めちゃめちゃ食べられちゃってる。ああ、そうなこれすごいことだと思いませんかお返ししまーす。 なんか白目しなくても大丈夫だった。はい、お返ししまーす。<laughs>